京都宇治の地に開かれた三大禅宗の一つ、大漠宗の大本山、大漠山満福寺。満福寺は中国より来日した隠元禅師の日本滞在を願い、時の将軍徳川家綱の命により1661年に建立されました。左右対称に整然と配置された伽藍には中国の建築様式が随所に取り入れられており、日本の禅宗界に新たな風を吹き込むだけでなく、江戸時代の文化そのものにも大きな影響を与えたと言われています。総門は中国で見られる牌楼式を用いており、屋根の両端にはマカラと呼ばれるインドにおける想像上の動物が置かれています。重層な楼門造りの三門には隠元禅師の筆になる扁額が掲げられています。中に進むと、日本では大漠宗寺院にのみ見ることができる天皇殿があり、弥勒菩薩の化身と憧れている布袋像がにこやかに迎えてくれます。満福寺の仏像の多くは中国から渡来した仏師韓道生の作。異国的な魅力を持つ仏像は大漠様式として日本の仏像彫刻に大きな影響を与えました。満福寺のお堂は回廊で結ばれています。また大漠山全体は竜の姿に見立てて設計されており、境内では竜の鱗をモチーフにひし形の石を敷いた石像や大漠天井と呼ばれる竜の腹をイメージした蛇腹天井を見ることができます。満福寺伽藍の中央に位置し、日本最大の地域財による歴史的建造物でもある大王法殿。本尊は釈迦如来座像、両端には十八羅漢を安置しています。日常の行事や儀式の時刻を知らせる開判と運判。木魚の原型といわれるこの開判は、修行僧が魚のようにしっかり目を見開き、煩悩を捨てて修行を行うように諭しているのです。中国の禅寺の作法を伝えておりますので、在来の日本の臨済宗なんかとだいぶ作法が違います。立ち振る舞いから行儀作法、みんな中国風にやっております。まあ、教えというのは生死時代無常迅速、生死下脱の教えですから、そういうところに目をやってほしいなと、このように思います。境内の5箇所にかけられている巡章板。満福寺の修行僧の一日は朝4時、この巡章板の響きとともに始まります。心所空。
身支度を整えた僧たちは大王法殿で朝のお勤めを行います。儀式作法は明代に制定された仏教儀式で行われ、お経は頭韻で発音、中国明代そのままの方式盆梅を継承しています。鳴り物を多く奏でるのも特徴です。お勤めを終えると修行僧はすぐさま座禅に入ります。専門道場を置く満福寺では、これまで多くの僧が同じように修行を積んできました。修行僧雲水たちは朝夕の念仏や座禅だけでなく、掃除など日常の作務や食事の作法など生活の一挙手一投足に精進することを求められています。隠元禅師が開山してから350年、今も変わらない大瀑の教えが宇治の地に受け継がれています。